トレントは、イタリア海軍の従順庸艦、トレント級。1925年2月8日帰港。1927年10月4日浸水。1929年4月3日浸航、1929年に南アフリカへの航海を行い。1932年には、極東へ派遣された。1940年6月シチリア海峡への機雷布設を支援。 6月と9月終わりにイギリス地中海艦隊の出撃に対するイタリア艦隊の出撃にトレントも加わった。7月、カラブリア沖海戦に参加。11月のタラント空襲で不発弾一発が命中。同月、スパルティベント、岬沖海戦に参加。1941年2月、ジェノバ砲撃のために出撃してきたイギリス艦隊迎撃のための出撃に参加。 3月ナポリからトリポリへ向かう兵員輸送船団を支援、同月マタパン岬崎沖海戦に参加。8月ミンスミート作戦で出撃してきたイギリス艦隊の迎撃のための出撃に参加。9月イギリス軍のマルタへの補給作戦、ハルバード作戦が行われ、その迎撃にトレントも出撃した。11月トリポリへ向かう船団の遠距離護衛に従事。しかし、 この戦団は、イギリス軍の攻撃で壊滅した。12月、第一次シルテワン海戦に参加。1942年1月 M43 作戦に参加、北アフリカへ向かう補給戦団の支援に当たった。2月、イギリスのマルタへの補給作戦が行われ、その迎撃にトレントも出撃したが成果はなかった。同月、トリポリ行きの戦団の遠距離護衛に従事。 3月、第2次シルテワン海戦に参加。1942年6月、イギリス軍は東西からマルタへの補給船団を送る作戦を実行した。その一つ、アレクサンドリアからマルタへ向かう船団の攻撃にトレントも出撃した。6月15日、トレントはイギリス軍機の攻撃で魚雷一本が命中、さらにその数時間後に、 イギリス潜水艦アンブラの発射した魚雷が命中し、トレントは沈没した。ありがとうございます。